さあ続きやっていきましょう。不思議の木の実大地の章というわけで、前回はレベル2のね、蛇のなんとかのダンジョンクリアしたところなんで、次はレベル3を目指していきましょうということで、西の方になんかあるみたいな、なんかデクの貴様が言ってたね。ちょっとまあそれを探しに行きましょうか。階段がある。いやー怪しい。修理代求めてくる系ジジイかもしらん。ちょっとな、やっぱり時戻しは使いたくないからな。くれ！イエーイ！みんなには内緒だよ、おじさんでした。ナイスー。儲けたわ。はは。部屋の中は薄暗くて字がよく見えん。誰か火をつけてくれんかの。しょうがねえな、ほらよ。おう、これで本に集中できるわい。お礼にこのコッコ図鑑をやろう。あ、待って、これあれやん。わらしべイベントじゃないこれ。コッコ図鑑。しかも、前回、誰やったっけあの女の子。なんかコッコの世話、お父さんの代わりにコッコの世話してる、時のオカリナとかで言うマロンみたいな女の子おったやな。じゃ、マーロン。まあ、忘れたわ。まあ、いいわ。あの子、もしかして欲しがってるんじゃね？あの子どこおったっけ？どっかの家やったよな。時計や、じゃどっかのダンジョン系やって、ここか。インパの隠れ家。タロンとマロン、あ、ここやな。行ってるわ。ちょっと、コッコ図鑑渡しに行こうか、ちょっと。ちょっと、わらしべイベントもね、同時にちょっと進めていこうかなと思うので、わらしべちょっと行きましょう。ここじゃなかったっけな。あ、おっと。タロンすぐどっか行って、どうせ山で寝てるで、タロン。私がコッコしやし、でも体が、コッコ図鑑、それがあると助かる。しゃーないなぁ。あげる。いいよ。うちで取れたロンロン卵よ。若い女の子に人気。若い女の子、ロンロン卵人気な。美容にいいらしい。間違えた。あ、ごめん。ダメージ与えちゃった。さて、この卵は、若い女の子に人気。若い女の子で誰やったかな？誰に渡すんやったかな、これ。確か、多分メイプルじゃなかったかな。スプルーマ書いてるやん。メイプルが多分な、なんか、欲しがってたような気がせんこともない。正直覚えてない。出た。こいつはブーメランを当てて、固まった。え？ちゃう。無理だけか。すいませんでした。いて手の実がある。いて手の実ゲット。匂いで魔物が寄ってくるぞ。そっか、これめっちゃ臭いんか。いて手の実はめっちゃ臭いやつ。さてさて。下が沼。沼や、俺が行きたい沼やから。ナッツゴのボクシングジム。リッキー確かどうせグローブなくしてるんやろ？あれちゃうわ。俺様が伝説のチャンプ。マイドパンチ様だ。欲しいものがあるなら自分の拳で手に入れるんだ。自分の拳にジュルピーかけてみるか。かけてみる。ふふ、若いな。お前いくつや。ルールを説明するぜ。お互いにパンチを打ちやリングが出た方が負け。アイテムを反則で一度でも反則したら次は20秒。もちろん指輪も禁止。オッケー。拳で勝負。いって。痛い。オッケー。おら。弱っ。お前クソ雑魚やないか。熱い拳持ってんじゃないか。褒めていただき光栄です。真のチャンピオンになったリングが、やった、リッキーグローブゲットした。チャンピオンもカモすぎるやろ、お前。よ、チャンピオン。自分の更新かけてみる。オッケー、30ルピーくれ。カモな試合だぜ。うら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 カモやん。荒稼ぎできるやんけ、お前。約束の30ルピー。こいつから巻き上げんのもうかわいそうになってきたわ。じゃあな、元チャンピオン。まあ、どうせリッキーがどっかでグローブ探してるから、ちょうどよかったわ。こっちは？こっちはアメンボがおる水のところ。まだ無理そうや。あ、そう。多分、ここちゃうかな。ここが、多分、仲間になる動物によって地形が変化してるはず。知らんけど。よいしょ。いや、ウィーウィー楽しみやわ。あ、
さかウーラダンスでもらえるとは忘れとったわ。すっかり盲点やった。よしよし、こっちね、スプール沼、沼沼。おった。おいらリッキー、スプール沼ならおいらみたいなもん、おいらの庭みたいなもんさ。こっから南へ進んでからぐるっと回っていけばいいんだよ。一緒に行ってあげたいけど、おいらグローブがないとダメね。お前無能か。お前マイトパンチってやつに負けて取られてんのね。お前あんなに負けたんか。お前それはおいらのグローブ取り返してきてくれたの、ありがとう。お礼にスプール沼連れて行ったけど、さあお腹のポケットに入って。ありがとう。A ボタンでリッキーパンチ、力を貯めれば竜巻ショット、ちょっとぐらいの穴や崖なら越えられる。そう、これが強いよ。このね、リッキーの移動しながらのパンチがこれが強い。これが強い。うろ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 、リッキー。いいねリッキー、いいパンチ持ってるよ。うわ、ちょ、色みたいな地図。こっちは、こっちなんか、なんかあれよな、闇系の場所よ。こっちは無理。でも一気こう、子供の時はそんなちゃんと見んかったけど、大人やってこうやってよう見たら結構可愛い顔してるよな。めっちゃ可愛い。穴の方へ進めば勝手にジャンプするからね。一つくらいなら簡単さ。オッケー。よいしょ。いいねいいね。パンチ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 。おら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 。竜巻パンチが結構強い。で、リッキー普通に強いよね。うれリッキー強い。普通のパンチも倒せる。うらうら、おら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 。いいね、リッキー。ちょっと待っとけ。ねえ、お前、おばはん。暑いざます、暑いざます。自慢の波の出る。プールにも飽きたの。あ、これ見るからにゾクッとするような不気味なものが欲しいでございます。このおばはんもあれやな、確かわらしべ系のおばはんやったはず。なかなかとんでもない趣味してる。おるき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 、オッケーオッケー。あれぐらいの崖ならジャンプでひとっ飛びさ。さあやってごらん。よいしょ、ナイス。秋になった。さあ着いた。ここから先へ進むスプール沼だよ。オイラは家に戻るから、会いたくなったら来てね。じゃあまたね。じゃあね。ええね。その決めポーズええね。ターム遺跡。そう、ターム遺跡が多分、なんかあるよね。さあ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 、アイテム争奪戦。あれ？あ、なるほどね。やっぱ卵渡すのはこの子やったか。わらしべ二つ目。三つ目？どこ見て歩いてんのよ。私は大魔法使い。知ってるって。あら、これって若い女の子にロマンさん、お前勝手に持ってくなよ、お前。あんた男でいらないでしょ。ふざけんな、お前。私の人形と交換しなさいよ。ダサい人形。不気味ドール。強引に返された。ちょ、人形見えへんねんけど、被ってて。見るからに不気味。私にぶつかってきたことこれじゃない。なや、お前。何様。不気味ドールってどんな一緒。見るからに不気味な人形。さっきのおばはんにこれあげようか。あれでもこれ下行っちゃったらどうなんだろう。行ってみる。ちょ、セーブしとこうか。間違えて降りてしまったとしたら、あそこへ行けるのかっていう話ね。とりあえずおばはんに、あー、ついてる、ついてる。不気味なもん持ってるで。あ、いけるやん。あーた。まあ、あーたのその人形。あーたね。見るからにゾクッとくるざます。あたくし譲るん。前ら強引やねん、なんか。賢い坊ちゃんですこと。ありがとうございます。俺にこの高級鍋を差し上げます。鉄の鍋になった。全然高級そうに見えへんけど。お鍋はでも誰に渡すんかな。誰やった鍋。ちょっと待って、リッキー。待って、これ積んだくない？
あれこれ積んだんじゃね？リッキーおらんからもう登られへんねんけど。どうすんのこれ。はい。雪にしたら雪が積もる、もしかして。え？積もらん。終わった。積んだ。これ積んだんじゃね？あ、積んだね。これ、積みですね。ああ、よかった。積もってる。安心。危ねえ。マジで積んだと思った。うん。リッキー、もう一回乗せててくれ。オッケー。何も言わずに乗せてくれる。さすがや、さすが相棒やな。さすがに二馬さんもいた。さあ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 。おら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 。よいしょ。ありがとう。またね。かわいいな、お前。やっぱ決めポーズはいるんやな。こっちね。ターム席。じゃあ、スプールンは。え、さっさのにもある。え、めっちゃあるやん。そう、そうや。第一の章は結構ポンポン溜まってくんよ。嬉しい。ちょ、いった。痛いって、ちょ、お前、ちょ、痛いって。私の秘密？夏になってつな、ああ、そういうことね。そうそう。さっさの実で走り回る。いや、いいね。つうか、あのおっさん、おったな、また。おっちゃんどうした？沼に入りたい。それが実は、水門開けるための鍵をなくしてしまった。あるじゃん、ここに。水門の鍵穴や外の水たまりから行けるぞ。水たまり？あ、ここ？うん。どうせあれやろ。速く走れとか言うやつじゃん、これ。覚えてんの？速さは、青君と、これ何て読むの？青君と共にある。ちょ、字読まれなかった。ふむーん、さっさのみで、いけ。いや、全然無理やんけ。え？全然無理やねんけど。あ、いけたわ。よいしょ。オッケー。さらに地下に行く。絶対どっかに中身入ってるやん、これ。石のやつ。うん。来る。来ない。オッケー。行って。やっぱほとんど内容覚えてるからサクサク進むわ。いいこっちゃ。サンプラザ中野くん。おい。久々。予言者。予言者なんや。どうやら私の予言通り新たな式の進展。ならばウーラの世界を通じる穴を探してし、今一度式の進展だわ。あ、次の季節？夏かな、次はじゃあ。なんだよ。水門を通って南へ行ったところに変な渦巻きが来てたっぴ。まるで世界を、ああ、ラフロー。あんわ。50ルピーは高い。お、いいね、ガチャ。ガチャの種植えとく？ちょっと植えとこうか。こんなとこ来えへんけどな。オッケー。うえー。いいね。さあ、水門の南側に、あると今おっしゃいましたね。なるほど、夏にして、あれやね、ツタが生えたら入れると。さあさあ。あ、ウィーウィー。手前で売り飛ばせば、大儲けだ、ブヒー。モスブリン様も大喜びだ、ブヒー。ブヒー。ウィーウィーかわいそう。ウィーウィー泣いてんの、めっちゃかわいいね。ウィーウィー言うじゃん。お前やめろ、お前。おい。ほら。話せた、ブヒー。そんなのお前代わりに、とりあえずこう、しゃあないな。
払わんわお前。あー分かったよ。ウヒヒヒヒヒ、大喜びだブヒ。クソが二度と来んなお前。大丈夫かウィーウィー、おかげで助かったウィー。俺ウィーウィーだウィー。お前なんてウィーウィー。コウジ変なお前失礼やぞお前。まあウィーウィー、コウジと俺今日から友達だウィー。俺呼びたくなったらその変な笛を吹く、ウィー聞こえるを風つけウィー。変な笛がウィーウィーの笛になった、やったぜ。 A ボタンでもぐもぐ食べるウィー。水の上でも水晶泳げて滝でもへっちゃらだよ。パワーブレスだからあれば俺を担ぐこともできる。やったぜ、ウィーウィーゲット。笛もかわいい。よっしゃ、なるほどね。でここであの笛をもし手に入れてなかったらリッキーのままになると。もういいねウィーウィー、もう丸飲みやん。丸飲み大怪獣いいね、かわいい。リンクも結構かわいい顔してんな。さて、もう入られへんね。ウィーウィーちょっとあれやな、なんかダメージ食らいやすいな。ちょっとスイスイと、なんかいいやろな。ここ入ってみようか。よいしょ、ちょっと待ってな。土、時、太陽、雨、ぬくもり、多くの答えらしいものを待っとる。ああ、なるほどね。もう土、時、土と土、時、5つぐらいクリアしてから来いってことは。しゃあないな、出直すわ。いけ、さて、ウーラのとこを探さないといけない。パワーブレスレット、それで俺が勝つとこに、そのまま放り投げることもできる。どうしたん、急に放り投げきで欲しそうにして。かわいい。さあ、ちょっと待って、こいつ強い。ちょっとやばいやばい。でも、どこにあんだよ。一撃、あう、やばいやばい、死にそう。マジ危ない。食われる前に食うスタイル。あっつ、え、あ、そっか、あの薬か、薬に助けられた。悲しい。ガチャの種を植える。くっそー、あったわ。なるほど、リーウィーは海から行く感じか。でリッキーやったら左側ってことね。さあ、裏来ました。どこかに赤い鉄と青い鉄という貴重な鉄だから、その二つを混ぜると見たこともないような硬さの出来ができる秘密裏よ。なんかあったな、鉄イベント。うららちゃんの鍵があればどんな鍵も、落ちてきた神殿の扉を開ける。お、うららちゃんか。みんなの間、うららちゃんが最近よくこの辺りに来てるらしい。なるほどね。ウーラーマーケットが最近買ったの。降ってきた新年から集める。なるほどね、これか。怪しすぎるやろお前。あ、いいの置いてんな。欲しいものがあれば。あ、このリボンなんかあったくない。星の鉄、珍しい桃の形の石。せやな、あちちのもの10個交換しよう。ハートのかけら、縦はいいやん。8チーノミ5個。交換しよう。オッケー。これはクズ鉄10個。ピューノミ20個。それはないわ。そうそう。うららちゃんの、あのリボン絶対取り返さなあかんやつ。ほんならとりあえずうららちゃんイベントやるか。ちょっと、早く走ろうか。この辺りのスタンドで星の鉄が取れる。そうや、そんなんあったわ。どこにやるんやったっけ、もう全然覚えてないわ。フラーちゃんが喜ぶものをプレゼントにしてデートしてもらうら。
そう、うららちゃんこっちで確か立ちつくんでるったような気がする。うららちゃんのしている不思議な形のネックレスか。ああ、なるほどね。アイドルはやっぱ持ち物が違う。私うららでしゅ。大事なリボンを海に流してしまった。落ちてきた神殿の扉の中を探検しようと思ってたんでしゅが、これじゃいけないでしゅ。なるほどね。ほんなら星の形の石をどっこうやって一個ずつやっていく。どこに入ってたかな、ちょ忘れたわ。もうこれマジ全部一個ずつもうひっくり返すしかないからな、これ。よし、食った。くず鉄はいっぱい出てくる。どこやったっけな。あ、あった、ナイス。めっちゃ早かった。ラッキー、これはラッキーパンチ。そうそう、あの辺やったような気はしてた。微妙な曖昧な記憶が救ってくれた。ナイス。よし、オッケー、リボンゲット。これで、お、指輪あるやん。くず鉄30個交換しとくか。さっさの実、くず鉄25個。やっぱいいわ。まあ、さっさの実は取れるからね。さあ、うららちゃんのところに、会いに行く。さあ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 。プレゼントしてくれるんでしゅか？いいよ。嬉しいでしゅ。ありがとうでしゅ。かわいいじゃん。お礼にデートしてあげるでしゅ。落ちてきた神殿にある扉の中を探検しに行くでしょ。やった。デートタイム。スペシャルデートタイム。うららちゃんのしている不思議な方。いいやろ。さあ、ついてこい、うららちゃん。俺のスピードにな。さあ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 。このスピードにも、ついてくる。さすがアイドルは、スピードが違うな。おりゃ。え、こっちでいいんかな？とりあえず見つけたから言ったけど。ここなんやろ。でも神殿って東の方って言ってたもんな、でも。ここがどこかわからん。あ、ここ。あ、帰ってきて。よしよし。さあさあ、さっさと行きましょう。さあ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 。さあ、夏を取り戻しに行く。夏ってどれ？これか。よいしょ。また大変な。速攻やと。さすが、勘が冴えてる。よーし。うららちゃん連れてきて大丈夫？妖精さん、いいんですか？いいんですか？来たわね、かわいい勇者さん。私は夏の精霊。夏にはツタが伸びたり、川や池が干上がったりするから、覚えておいてね。はい。ハイラインに伝わる冬一体では、邪悪なものを倒す勇者には、左手に、トライフォースのはずがあったんですって。ひょっとしたらあなたもそんなすごい勇者なのかもね。そうですよ。えい、センキュー。オッケー、夏の力。うららちゃんも帰ろうか。じゃデート終わりやわ。お前はもう用済みだ。よいしょよいしょよいしょ。うららちゃん、でもどこまでついてきてくれんのこれ。一緒にダンジョン行く？うん。いや、でもやればやるほどちょっと懐かしくて嬉しいわ。マジスイッチでできるとは思ってなかったからな、これ。ほんまに、任天堂には感謝を申し上げる。ほんまに名作やからな、マジ。まあ、北道帰るか、ほんなら。アウチ、ジャッチ。最短ルート行き過ぎて。うららちゃん、俺もう帰るで、自分が来た場所に。もうよろしいかい？帰って。どっから来たか忘れた。どこだっけ。また、ではさよなら。デートタイム終了。
あ、終わったわ。あっけねー。こっち、あっち。あと、ビービーまだ待ってる。けなげやな。けなげすぎて泣けてくる。すべてを食らい尽くす。うらうら。よいしょ。じゃ。ウィーウィーって結局何？トカゲだ。さあ、ちょっと暑くなるけどごめんね。さあ夏、冬、もう一発。オッケー、夏になるとツタが伸びると。オッケー、レベル3つきました。毒ガの巣穴というわけで、じゃあ今回はねここまでにして、次回、神殿攻略やっていきたいと思います。ではありがとうございました。